Believe what you want. You know what I mean? つまり、マミやユイは痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。プロセキュア、佐田尾隆乃。被告人が痴漢した動機を説明するには、三越葉殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで、初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は、誤審を誘導することで、殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は、三越葉の死体がまだ出てなかったから、気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ？矢上先生は今も弁護士の資格をお持ちです。Yeah, yeah, yeah, 気に障ったんなら忘れてください。高野健二。私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。ふん。Yeah, I guess he felt the prosecution just as hard back in the day. I guess there was some perception of that tiny spirit from Jenna Law. 話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は、殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を落としめ、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと？ああ、失礼。遅くなりました。Wait, that's secret thing, right? Yeah, it is him. 今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですが、そしてそのために彼の殺人を立証すると。Private security. 待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。 yeah, お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。This guy. どうぞお気になさらず、続けてください。Security coordinator、デミバンド。私が思ってた以上に、ここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明宏の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出所不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。You can literally just say any video online can be fake. You can basically just say that, you know. Literally, any video that you see online, a murder, torture, whatever, it can be fake. Even a bullying video, it can be fake. So, like... 確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた
What the fuck? 可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれません。Ah, this guy, dude. その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？ This prosecutor, dude. 江原一人の気まぐれに振り回される。そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人。あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ。何と言われようと、私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？ふっ。What do you think about Ehara's appeal?All of these are right, but... Ehara の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。Ehara の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。That was a trick, of course. 事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがああでもで help of Kawana too。マミヤユイとエハラが事前に会っていたんだったか。ならその証拠は。なら testify。But no, like if she testifies, she wouldn't lie. So obviously。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ。でもエハラとマミヤユイがグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ？防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画。あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。なんだと？俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。Yeah, with what's his name?The gap. It's, there's a lot of things to think about, you know what I mean? There's a big hole in the security footage that supposedly proved Ehara's guilt.I would say it's probably like this or this, right? No, I'm trying to think.あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや。I'm sure I brought up the other ones before this one. 新宿駅なら何度も行ったことがある。This was my lead first. ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあって、And there's a blind spot. でも現場を細かく調べると、Yes. Oh, blind spot. やっぱり死角があったんだ。Indeed. 逃げる江原と。それを追う It's a giant blind spot right there. 一部始終が映像に残ってるように見えたけど、
この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。でて江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。ああ、This guy。グルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。And that's when she started shouting。高野さん。Once they switched, she started shouting, perfect, perfect, whatever. 何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。なら、Indeed. 疑わしきは罰せず。でしょ。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっともおそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。Yeah, keep telling yourself that. 今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。You're like, dude. Like, even in the trial, he said, "Oh, did you know about this murder? And oh, you see him kill the guy. Oh, you think that's fake? Then why did then, like?" It's like, oh, he had an alibi, but like, we... Like, it's hard to explain, it's hard to get the words out of my mouth, you know what I mean? 失言でした。取り消します。Of course, it's not just a... やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのか、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし、江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。カビブリッド、コール。はぁ、ライト。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ？公安の。その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？おお、so straightforward。それは人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど。話が早くていいですね、八神先生。At this point, there's no way a guy from public security can show up and not be related to Rachel Casimiro. あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか。桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。 In my ass。 殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな。 I'm so pissed that they fucking deleted that footage。 現場の刑事？ I know that shit。 管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。
私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ。そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか。おっしゃってる意味が分かりません。Da, but he's the one controlling, okay. At the very least, he's one of the guys doing this, do this to Soma. Yeah, he said that, one of the, officers? I think he did. あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな。なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前ら You sure about that? には十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せば、これ以上犠牲者は。No more victims, yeah. なんだと？やつをかばう理由があるのか？Wow. 分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても、相馬。沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。What's my next move? They're looking for Kuwana. What should I do?I should get Kaito out of fucking hospital. That's one. Oh my god. How many people are gonna appear out of nowhere, literally?I think people are just paranoid, you know? Oh. Could they be okay? They're probably showing off how much they're watching me. Is this public security's plan to put pressure on me?How about I fucking... beat your asses up, huh? しばらく寝とけって。 Get off my ass. You get that?Please get off my ass. Thank you very much. Yo, Genda Sensei. Yo. Takano the Kenji, どうだった？いや、俺どうもあいつを昔小僧扱いしてたらしくてな。沙織君にそのとばっちりが行かなきゃいいと思ってんだがよ。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバックについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば
星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。星野くん、 RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ、どうやらあの阿久津って幹部がカムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が RK のナンバー2ですよね。Yes, so. And he's sure as fuck. あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんです。ボーナス、星野君はどっからそんな情報を取ってくんだ？いや、スパズに言うことだ。うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ねえ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。で、具体的に Okay, do we have to... Okay, if we have to get Sorry Sun to become a cabaret girl again... Oh god... カムロ町のどこに戻ってきてんだ？ Do you know how this is going? Probably, but... RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも、売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。I fucking knew it. むしろ望むところです。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそー、僕はまた沙織さんの身が見たい。ジーズ、こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか？ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したおお、ダウンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな？そうですね、もともと雇われ店長だったんですが、今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。おう、オッケー。先日マリネさんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリネと。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。Uh-oh, am I about to step on a landmine? Should I just leave it up to them? Let's have some final touches. じゃあ一応マリネートやったメイクを見せてもらって、直すとこがあったらちょっとだけ直していい？いえ、直すところはありません。私たちは最善を尽くしましたから、ご意見は無用かと。まあ、でもほら、ね。サオリさんに任せる。Alright, that's fun. She wears the same thing, it's fun. ええ、こう言ってはなんですが、自身のメイクです。任務に支障はきたさないと断言できます。なるほど。うん。その息や吉野、さすがうちの沙織君。我が源田法律事務所は向こう20年は安泰だな。本当ですね。八神さんも英断でした。
よし。じゃあ、早速作戦を始めようか。参りましょう。Cherry. Still a little more time until the matrix is done. He's there now. He's there now. Or maybe...Can I go in?We haven't done this yet. Let's just do this. 41 hours, Jesus Christ. I'm all ready. That's fine. We are good. We're good to go. They're just looking at me like that. Yeah?I had the marines at the front. Marine さんのおかげです。完璧に仕上がってる。さすが。バッチリだ。ええ。では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しておいてよ。星野君が言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には、阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。うん。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは?できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ。ミレディ?姉さん。I head out to Queen Rouge. I can do this. I've gone undercover there before. Here we go! どうかしたのか?Oh my god. That's perfect. Hey, wait, got me. Wait. Come on. Let's go a bit to the right here. Here we go.Oh my god. It's so goofy. Expressions. That looks so weird like that. Anyway.So goofy, dude. So goofy, dude. One more. Come on. It wouldn't hurt, right?Let's go. Yukuzo. Come on, keep up. Hey, would you look at that? Alright. Imagine it's obviously gonna get, you know. Detective if he comes in there. It's probably gonna be the same thing as in the first Judgment. Hmm.
Rouge of Love. Am I not wrong? このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて、本当はずっと。再び。無線のイヤホン。うまく阿久津のところに行けることになったら、それで連絡を。何かやばいときは、すぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。はい。沙織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ、right. これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。Trigger was to find out the location of our table's Akutsu. From the number one girl in the bar, just incidental. Akutsu さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。もうボーナスもらう気満々じゃないな。でもきっと沙織さんなら行けると思う。They don't know. そういう気だよ。All right.聞こえる？沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？なあ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。 So now I am number one in this bar. And the first room customer service is to heap praise on the guest.You can do this already. If it were my own father sitting there, I must present it to you because it's party in my hands. あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん？なんか、思ったより年がいってるみたい。That's you. 沙織と言います。どうぞよろしく。あんた、今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。Partaken. では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。何その口の利き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。あ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したら。お客様が楽しめなくなってしまいますよ。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしく。 I mean either way, 沙織 looks, you know, best. 見せてもらおうじゃないの。
店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。Oh, the clash of female egos. That's why I actually enjoy this. どうも、メグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、サオリです。お、おー、サオリちゃんね。おう。どうぞ、どうぞ、座って座って。Oh, they actually, oh my god. How is this happening? Is this what Yagami-san, Yagami-san meant by your support? It's not helping in the least. In fact, it's doing the opposite. It's a harder than I thought. But, I think意義ありは、あ、それはもう賢治たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね。さすが弁護士先生。ああずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ、司法試験？ちょっと待ってよ。嘘でしょ？君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ。That's not even close. そんなのと一緒にしないでよ。 Yeah, literally, not even comparable now. 漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんて、そんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？ I was waiting for the response. I should have said that. But Hoshinoki was being such an ass, I couldn't resist. そうですよね。つまんない自慢なんかして、最低ですよね。でも、司法試験はその非常に難関でして、たくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。I have to do something to cheer him up, even though I don't want to compliment him, I must. Short is TV ego. 弁護士になれるなんて、その、すごいですよ。やっぱり普通の人には難しいですもんね。そうですかね。でも沙織さんにそう言われてもあんまり。ちょっと何言うんですか、もう。だ。何です？シャンパンですね。Oh my god。シャンパンお願いします。ちょっと。さすが弁護士。太っ腹。Oh my。いいのかい、俺もそんなって。And we were like, hey, what's up, bitch? You want some for champagne, yeah? で、どのシャンパンにすんの？もちろん一番いいやつ。マジで？すごい！でも、oh, no. この人数だと一本じゃ足りなくないか？ケンタ先生！ですね。じゃあ一番いいの日本で。Oh my god, too. ありがとうな、星野君。もうお好きにどうぞ。よし、どんどんやってくれ。Oh my god。ごちそうさまです。Do you feel a little sorry for Hoshinoki, but I hope he learned his lesson. I got through that unscathed, but I wish they could just go home already. それでな、聞いてくれよお嬢さん方。ほら今夜は楽しい。楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です、源田先生。とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。朝まで行きたい。 He's drunk, dude. やだ、星野先生も源田先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル。
お金持ちなんだし。そうだな。いや、お金はそんなにはないんだけど。Oh, God. 今日はもういいよな。ボス、かっこいい。So let them do this? If they keep drinking like fish, General Lord is going to go bankrupt. I have to be seen as someone who brings in lots of sales, or else I won't get to meet Akutsu. Saori-san, how did you do it? You said something. Look, smile, smile. That's right, Saori-kun. You're going to be a little bit of a Come on, Saori. Come on, then. I've always thought about it.なんかお客さんたちって、沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、そういえば確かに、なんかちょっと時々、ね。This is a good idea. If we know each other, that would be so supremely awkward for me. どうなんでしょう？僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど。私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って俺たちも。やだ、もうどうしたんです二人とも。メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ。でもなんか不自然は不自然だよね。スパラクスに続いて。Okay, you know what? The most kind of intimate one would be this one. Watashi tachi, fushizen da Koshino sensei. Saori-san. Demo watashi, jibun wo osaeru no ga umaku ikanakutte. This no. Saori wa ikenai ko nano kana?星野君、おい、なんかケチからるぞ。ゲンタウ、シューシュッ。あ、ねえ、ちょっと、俺らのとこにもあの子、呼んでほしいんだけど。かしこまりました。お、パーフェクト、パーフェクト。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは。えい、皆様、お待ちください。I said they want me. Hey, yo. Ogata Shinjin. Kita Ijo. Sugoi ne, kore wa. I guess that went well. No, I just wait for. I just said to summon me, wishing to bleed. Bro. I was just like, what the fuck? It's as close as I was with her. Oh my god. そんなことないです。なんかトークの持って行き方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、三人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずーっと引っ張りだこだったでしょう。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんとクニコさんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？ああ、その通り。まさか初日から本当に広しに行ったね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。Time to meet him。さっそく表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか？嬉しいです。うわー、すごい。本当に出るんですね、ボーナスって。私もいつかもらえるといいな。トースターですね。Find out where阿久津is hiding。それで阿久津さんはどちらにいるんですか？着いたからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろんカムロ町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、
帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん。俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。カムロ町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。ふん。この方向。多分半グレの溜まり場に向かってる。おって？地下にあるクラブ。俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました。沙織さんですよね。すっごい綺麗。阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。 So this is how RK keeps between new members and allies, huh?それじゃ、僕が案内しますよ。お願いします。Okay. Oh, there he is. Man in the flesh, huh? 今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど。こりゃ前評判以上だ。来なよ。ガンマリアさんにはご褒美をあげて、明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね。有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ。疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋かでもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか。白崎先生、どういうことですか？前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。ああ、でのでの。河合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちの門がいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだな。それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た？誰の差し金だ？あ？どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には This game bad, isn't it? Yo, give me show your ass right now. まずい状況なのは私ではなく、あなた方がです。Let's go.Hey, Higashi, bro! 思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど。沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだね。三下のお前が組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが、東。お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。お前は一度拾った命だったんだ。 That's just lucky swing. 全員で揃っちゃいないよ。ああ、お
本当にぶっ殺してるのは。おっ、カイト。とりあえず今夜は。Of course we're gonna fuck up Soma. He fucking stabbed your ass.まだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは。Hey, look at us three, bro. If only Sugino was here, the whole party would be. え？美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。一丁ケーキの頼むぜ。そうですか。ではお三方、やっておしまい。Oh my god. This music, bro. Do we just start up like that? It's fucking epic.That is sick. I fucking love these ones. love this shit though. Oh no, oh no, oh no. Get off me, get off me, get off me. Hold on a minute.Well, didn't even, he didn't let go though. Oh, that was bad. And then a swing. No! Hold on.Yeah, you see, if I kind of fucked it up, then I could have died. You know what? No, Fletcher shit is really, like, strong, I think. Stop doing that, you ass. We'll do it again, why not? Then they can never get a closure on that. It's fine though.No, I'm so shit. Yo, he went crazy on me there.
You know what? To celebrate this, damn, I'm drunk now. And I slap. He's still showing a smart though, as always. He's always been. Hey, cool Soma. More Nigeran Nezo acts. Corede, you could be Hana Serena. You can't take all four of us. Even I know it's Sardis and can fight. She can slap. That's what she can do. 知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ。結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか。そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。Yeah, can you predict that I'll punch his ass? Oh, fuck. 金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この組は終わりだ。俺が殺されるわけがない。余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがって。どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのにあいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってる間、あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで、裏からそれを操るのは相馬。RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。こう、じゃあ相馬が河合信也をカムロ町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。
なんだよ、思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあ、タボ。もしかしたらそう。Bro. That's what I was thinking. Maybe he's a fucking agent. どういうこと？公安そのものって。ああ。公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る。そういうのを S を作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして、公安は自分らのエースにする。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。すると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？ If it's true that I fucking called it。 阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき登場会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。登場会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は登場会の解散を見越して動けたわけか。ねえ。そして組を抜けたあいつがやったのは、登場会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ？その手の奴らを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元登場会の極道を勧誘してる。つまり、RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安がやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたら、どうせまた別の新しい連中が出てくる。What the fuck? そいつらを一から調べ直すより、把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうって。ズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入？おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？What? あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。そんな本当に。Oh shit! 今俺ら話を奴が聞いてたとしたら、おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだったんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。Oh fuck! They fucking killed him.Holy fuck, dude. To nourish a viper. Viper being Soma. Ehara Akihiro no Kozoshi ni ugoki dasu. What the shit? Genda Hōritsu Jimusho. Sara ni Kōan no Chōseikan. Bandō ni Taikō o suru beku. RK no Soma o torae you to.サクサクする。だが相馬には公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。 Holy fuck, man.
Motherfuckers. じゃあ銃を撃ってきたのは警官姿の二人組？ええ。そして阿久津のことを。その警官たち、まさか本物じゃないよね？ああ、多分。相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろ、そいつらを送り込んできたのは相馬だ。海藤さんが言うには、公安の潜入捜査官だったかもしれない。知ってるか、ターボ。潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。モグラか。We already had one。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら、いくら組織のリーダーでもただじゃすみません。どえらい裏切りですから。RK には元搭乗会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。なあ、検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。わかった、すぐ手配してみる。それなら矢上さんたちにも警護がいるのでは。ありがたい提案だけど、ほら、海藤さんも東も元国道だから警察に守ってもらうなんてね。ああ冗談じゃねえそうっすね、お気持ちだけで結構です。これで相馬はますます地下に潜ってくことになるだろうな。My whole room smells like smoke now. 奴を見つけ出せれば、逆に公安の尻尾もつかめる。Fucking burnt shit. その時は、沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。わかったわかった。ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。そうだな。きっちりガードするから心配ないよ、沙織さん。なあに沙織、変身した途端みんなに守られちゃってじゃああなたもたまには気合い入れておしゃれしてみたら。いや、yeah. 私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。フッ、よし。So much to get in the office. Yes, sir. この間、高野健二とやり合ってきたんでしょ？実際、彼も微妙な立場なの。痴漢を懲らしめてやったつもりが、なんか殺人のアリバイに利用されたみたいなことになっちゃって。前は世論も完全に検察の味方だったのに、今は雲行き怪しいからね。矢上くん、実殺しか前。兄貴がついてんだし、俺は行かなくていいだろう。いや、少しここの様子を見ときてしな。はい。Let's go. They are shoving people left and right. Are you seeing that?Cat does fast too. We're here. Stop your moaning now. Here we are. Oh, なんだか大変だったな。大丈夫か？阿久津が銃で撃ち殺されたとか、本当血の気が引きましたよ。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよ。まあみんな無事で何よりだった。でも相馬にやられました。やつを甘く見てたみたいです。どういうことだ？やつは公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入？何にしても先生と星野君は
楽しい夜に水を差されて残念でしたね。うん、いやそのいやさっきキャバクラに行ったのは星野くんがどうしても行くって聞かねえもんだから。先生だってどんなところか覗いてみたいって言ってたでしょう。そうだったっけ。よく覚えてねえな。そうですか、失礼、着替えてきますので。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。 For real though? Jesus。 なるほど、じゃあその説で言うと公安の捜査官がハングルまとめて RK を作ったわけか。ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた。ハングレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ。いや、でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ RK は一発の組織になりつつある。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、着てた警官の制服や銃は多分本物です。あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。ではもう警官の制服は信用できないですね。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか。心配ないよ、あの人たちはマフィアのお墨付きだから。それにしても警察の方で公安を止めらんねえのか。ええ、公安はそもそも相馬なる該当人物はいないと知らぬ存ぜぬだそうです。記録は抹消済みってことですかね。相馬は軽く10年は登場界にいたはずだぜ。日教連って組で阿久津と一緒だった。あいつらのことなら俺より東が詳しい。わかった、じゃあそれはまた明日聞いてみよう。おう、そうだな。 I guess that's it for tonight。東には俺から連絡しとく。明日はシャルルで集合だ。何か相馬の手がかりがありゃいいがな。Well, yo, that was sick, right? That was sick, right? 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 Well, anyway, we're gonna be stopping for now. That was insane. Holy shit.Didn't expect that fucking shit to happen, to be fair. Oh, that's why I fucking, like, no name, no nothing, like, fucking hell. That's crazy, dude. We'll be continuing next time with some, you know, side story stuff too, again. We'll be doing some scary stuff, because we are almost close to finishing that one. Some robotics, some bikers, some boxing, and this one, some new one, I don't know which one it is. But yeah, we're continuing with the story and all that stuff tomorrow. Or another day, to be fair. So, we'll see about that.